ミです。ミですアミアトミーです。はい、どうぞ。伊藤です。こんにちは。伊藤さんと、まあ、改めて紹介しますけど、アミさんの旦那です。22年ぐらいかに一人の女の子が捕まるわけですよ。詐欺幇助の罪で捕まるんですけど、うん、まあ、あの頂き女子リリちゃん、パパ扱いの女帝ですよ。今まで1億円以上、うん、その男性から、うん、まあ、彼女はこうマニュアルを作ってそれを販売していた。そのマニュアルってちゃんと読みましたか？読まないです。新書3冊分ぐらいの、これ僕今回ちゃんと全部読んできました。もういただき男子、うん、いただき男子伊藤ちゃんなんで、もうアフターケアはどうやってやるの？アフターケアはね、そのとにかくまめに基本的にやってるんですよ。リリちゃんのね、あの実際の LINE 画面みたいなのあるんですけど、うん、すごいまめにね、この子やってて、これはぜひね、みんな真似して。あ、もらったからもう全然なんか返事もしないし、多分みたいなのもやる。即返事とかみたいな、これも出てるんですけどね、うん、一緒に住みたいアピール、仕事も辞めたい、おじだけがいい、客だけじゃなくて異性として見てるよっていう。じゃあどうしてほしいの、送金すればいいのって言ったら、お、ここで油断しちゃいけない、一回引きましょう。完璧なマニュアルを組んでる人はやっぱりリリちゃんで、ただリリちゃん、まあ、1億円以上ですね、捕まった時カプセルホテルで現金数千円しかなくて、身なりもボロボロで捕まってるんです、ね、全部、まあ、ホストに行っていたと。ホストも捕まりましたね。そうね、ホストの顔見た。ミックスですよね。そう、これ多分ね、 YouTube の載せていいんじゃないかな、知らない。あ、いいと思います。もう報道ベースだから。なんかな。ちなみにリリちゃんの YouTube チャンネルまだ残ってるの知ってる？知らない。リリちゃんの YouTube チャンネルまだ見れる。みんなたまに見に行ってるんですよ。パパ活女子の憧れの王様なんで。うんうん、ただリリちゃん今懲役9年。いや、めちゃくちゃ重たくて異常。詐欺、詐欺本体じゃない。で、その後、いや、その後ね、多分詐欺だったんじゃみたいな感じで言い出してきた。その前後ぐらいに、その小学校の先生が教え子をレイプしたって事件があって、すごい生々しいんですよ。家の中に連れ込んで何度もレイプした事件があって、それ懲役5年なの。なんで？ってみんな。そいつマジクソなの。30歳の先生なんだけど、もう12、13、10歳以下の女の子をアメリカン、そう、めちゃくちゃにレイプした事件があって、で5年ってリリちゃん9年なのに、はってなって、ちょっとみんなわけわかんなくなって、判決ってなんだっけって。でも今リリちゃん25で今獄中にいるんですけど、9年後、まあ34歳出てくる頃には下手したらもう35超えてアラフォーの可能性ある、うん、アラフォーの借金数千万、働き手はない、うん、そうなるともう残ってる方って1個で木島かなえ、パパ活から木島、その保険、結婚詐欺で保険金殺しにこうポケモンみたいに進化して、顔バレしちゃってる。いやでもそのだ、木島かなえってさ、顔バレして獄中中でも結婚したわけですよね。確かにあれすごいよ、あれもマジです。あれも化け物。確かにこの話出てリリちゃんがいいと思う人がむしろ増える可能性ある、ね、だって企業のマーケとか人事の人だったらリリちゃん雇った方がいいかも。でもどっかの出版社からオファーが来て、今出してる、今書いてるんだけど、リリちゃんアホすぎて全然字書けないのよ。マニュアルはまだ密かにネット上に出回ってるんで、 PDF ファイルみたいにわーっと出回ってて、それを今みんな読み込んで、パパ活女子たちは。だからゴジラの終わりみたいな、ゴジラは倒したけどその卵がまだあって続編あるんだみたいな、第2、第3のリリちゃんはもうすぐそこまでっていう状況が今なんですよ。おじたちは警戒しないといけない。ほら、リリちゃんが捕まえる前はおじは幸せのおじだったじゃん、うん、そう。で、これで悲しみのおじになったじゃん。俺の金はやっぱりです、ね、無駄だ、薄汚いホスト野郎に行っちゃったんだって。リリちゃんも幸せにしちゃった。そうそう、で、なんか、でもそのおじ訴えてません。だからそのやっぱ夢から覚めちゃったから、まあ、訴えるようなことがおじも出てくると思うよ、うん、それ。すごいやっぱりこの商売ってこうなるんだなと思って、彼女の労力が心労になり、うん、ストレスになり、
ホストに行くっていう。で、綺麗に丸切り、うん、プラマイゼロになるっていうエコシステムですよ。そう、サークラブルな状態と。そう、水の循環なんですよ。そう、何も生まない。マネロンダリング。マネロンダリングですよね。だって、リリちゃんとしても口座にずっと置いとくと、これって何のお金ですかって銀行に聞かれるから、そうだね。こう、まあ、早めに出さないといけないから。楽しめるし、どんぶりどんぶりみたいな。そうそう、振り込め詐欺とかのお金も、やっぱり、プールできないからやっぱキャバクラとかにパーッと使っちゃって、うんうん、だからインフレするのかな、みんな。え、おしのせい、おしのせいだよ、おしのせいだ、おし騙されたせいだ、おしが思う清掃ってちょっとけばい、彼女が言う清掃なんだろうと思って、なんだろう清掃、いやだからこういう系じゃないってこと、そうだね、キャバ感、ね、だから銀座の方じゃないんだよね、派手やかさみたいな、なんかこう派手派手さみたいなのはなく、うん、いやでもなんかわかるよ、だってさ、日本人のおじさんってわかる、近いの、そう、近いの、じゃあちょっとダサいのがいいじゃん、うん、なんかそう、なんかあとちょっと丸っこい、そうそう、ああそうだね、そうそう、だスタイルはもう胸ポカーン、腰キュー、お尻ポンではなくて、ではない、どっちか幼児体型で、そう、しかもなんか身長もちょっと低い、低め、低い、で、なんかうちは多分低め、低め、うん、なんかおじもなんとなく見えてくるもんね、いつも 細くてなんかちょっと猫背で、やっぱりあまり歩いてないですよ、ね、そうだね、うん、なんかそうですよ、歩いてる人間って大体自信あるからみんな歩いてるんじゃないか、うん、で歩く人ってそこそこないと、確かにね、デパートに行く人もそこそこないと、確かに入れないんですよね、そこのに目を向けて、パパ活の女神ですよ、必要なところに温かみを届けていた、ね、銀座とかさ、そのちょっといい寿司屋とかに行くとさ、もうパパカツとセットがすごい多いらしくて、パパカツってシュガーでいいですよね、うん、しかもなんかつまらそうな人たち、そのそうだからなんかああいうところ行くとめちゃくちゃ注意書きできつい交渉やめてくださいって書かれて、うん、だからそしたらアフターに使われてるからですよね、でアフターだったらまだなんか、まあ、キャバクラとかクラブの文化があるからいいんだけど、なんかいわゆるほんとパパ活だから、ほんと50歳のおじさんと、まあ、でってあって、そう18歳の女の子だから、ほんとに大体さ、女子さつまらそうに、そう、そうっていうか女子しかも面白くない、だから知識も教養もないなくて、手応えができてないですよ、金を取ることしか考えてないから、うん、つまんなそうにしてる無臭のブスがいるんですし、匂いのしないつまんないそうなブスがいるの一人で、おじさんもなんかただ寿司振ってるだけみたいな、そうで、それが結構何組もあるから、で、いわゆる銀座のカルチャーってやっぱ女の人がまあもてなす側だから話もするし、その話をする女性にも教養があったりする、俺は結構なんか見ててパパ活の方は見てすぐ分かる、パパ活って声が俺気持ち悪い、何のプロフェッショナル性もないわけじゃない、まあ、あり合わせですね、そうなんかやっぱりキャバクラとかって文化としてはもちろんお金使っちゃうの良くないけど、うん、なんかそれぞれなんかプロフェッショナルを持ってるんですよ、まあ、その仕事だからね、そう、うん、でもその人たちってなんかただ若いのか若くない人も、まあ、40代でやってる人がいるからね、パパ活、女性側が、うんうんうん、お顔合わせ1とからしい、顔見るだけで1万円払わないとかする、意味わかんない、すごいね、お茶2、ね、お茶すると2万円で、まあセックスをするといくらみたいな、まあ3から5とかになるんだけど、え、でもさ、セックスそんな安いの、安い、安い、安い、じゃあ顔合わせとお茶だけでいいじゃない、だからそういう人もいる、私は顔合わせとお茶しかしませんっていう人もいる、でもさ、見るだけ1万円だよ、しかもこれってめちゃくちゃ高価そうな1万円、消費という行為でリピーターにはならなそうじゃないですか、でも1万円をずっと払い続けて、うん、いろんな女の子と とりあえずご飯を食べてる人って何なんって感じです、耳分からない、うん、あと見るだけで1万円の価値のある顔って何、見るだけでは分かんない、なんかお茶とか芸能人でご飯でこんぐらいってだったらまだ分かりますよ、モナリザぐらいじゃないともう価値なくない、1万払ってわざわざ見に行くなんですね、パパ活は謎ですよ、じゃあパパ活をちょっと研究して別のあれ作るか、作りましょうか、じゃあまた、はい、またの、さて、僕の一番尊敬してる、まあ、おじの話なんですけど、わかりました、校長先生っていうとさ、まあ、みんなにとってはイメージかもしれない、僕にとってはこういうイメージ、一人の男を指すわけです、うんうんうん、ちょっとまあざっくり話すと、まあ、2013年神奈川県警は一人の
校長先生を逮捕するわけですよ、まあ、フィリピンで、まあ、その売春をしていたようで、まあ、一人の校長先生が捕まるわけですよ、うん、ここまでだとまあよくあるまたね学校の先生のこうスキャンダルなんじゃないかと思うじゃないですか。家宅捜索に入った神奈川県警は度肝を抜かれるわけですよ、うん、そこには400冊以上に並ぶ我が秘密の障害編って書かれたアルバムがいっぱいあったわけです。めくるとさらに度肝を抜かれたわけですよ。そこには校長の売春の記録が全部残ってたんですよ、うん、